やっぱり最初 J3 っていうのを知らなくて、はい、まあ、去年ここにいなかったんでできて、はい、でまあキャンプ、長いキャンプ通して、まあ、チームとしてのやりたいこととかも、うん、まあ、ある程度できた部分もあると思うんですけど、はい、でまあそのプラスやっぱこう前半戦の最後の方とか後半戦の部分にはまあ立て直す力がまだまだ必要やなっていうのは自分の中でも感じましたし、また後半戦に向けてそこは今やっていかなきゃいけないのかなと思います。そうですね、まあ、J2 自分もそんな去年も9試合ぐらいしか出てないんですけど、まあ、そこと違う、まあ、違うというか結構 J3 の方が よりなんていうやろ、球際だったり、なんか相手とめっちゃ近いなっていう感覚はあって、はい、まあ、それこそまあ YS とかが結構印象に残ってるんですけど、本当、まあ50のボールに思いっきりぶつかってきたり、まあ、ただそれを剥がせるようになったり、チームとして相手動かしてってことができるようになれば、まあもっと戦えるようにはなると思うんですけど、やっぱりその J3 のイメージがないまま入って、はい、まあ、前半戦で特に感じたのはその球際だったりも、相手の立ち位置とか関係なしにその人に来るとかっていうイメージはありますね。そうですね、まあ後半戦の部分からしたらコンディションは多分上がってはいるんですけど、やっぱりそのなんていうんだろう、二部連があったりとか、まあ、結構若手が二部連したりっていうのがあって、なかなかまあ疲労と一緒に戦ってるみたいな感じはあるんですけど、まあでもまあそれ言い訳してたらダメやと思うし、まあコンディションが悪くなってるっていう印象もないですし、やっぱ今も怪我なくやれてるので、まあ、そこからまあ開幕というか後期の八戸戦に向けて、まあチームもですけど、やっぱ個人でもしっかりいい準備して戦える準備はしていきたいと思います。やっぱりそのまあ最初にこっちにグルージャに合流した時から、はい、もうずっとまあ言われてるっていうか、まあ求められてるというか、お前ならできるぞって言ってくれてるのが、やっぱバイタルとか高い位置でボール持った時に仕掛けて、まあゴールだったりアシストだったりその違いを見せてほしいっていうのはずっと言ってくれてるんですけど、まあそのまあシーズンの途中でそれなんかそれをやらないとっていう風な頭になっていた時はまあ良くはないんで、自分の中でなんていうのかな、結構サッカーとか考え方、考え方もなんかな、結構それを伸ばしてくれた、教えてくれたって一番感じるのは、はい、まあ、大学だったり、はい、やっぱ高校まではそういう全国に出たりするできなかったんですけど、やっぱそういう全国常連の大学に自分入って、まあ、一般入試だったんですけど、はい、入って、はい、でまあそこでやっぱ全国に出るような選手だったり、まあ、それこそあのオリンピックだった林大地とか、大学の両親だったんですけど、まあ、大地とか田中俊太だったりとか、そういうずっと高いレベルでやってきた選手たちと、まあ、一緒にサッカーしていく上で、まあ、自分的に感じることもあったし、やっぱ指導してくれる方々の言葉とか、まあ、考え方っていうのも吸収する部分がいっぱいあって、まあ、そこが大学が全てっていう考えではないんですけど、まあそれこそ中学生の時のチームとか小学生のチームとか、まあ高校の監督とか、まあ、ずっと多分いい指導者に僕は恵まれて結構いろんな教え方をされてきたんですけど、まあそれこそやっぱり一番そういうのを感じるのは大学かなとは思いますけどね。そうですね、まあいいアピールをできてるかどうかは、まあ、監督とか、まあ、それこそ秋さんとか、コーチ陣の方々が評価してくれるんですけど、まあ、自分の中でも手応えもありますし、練習の中でできることも増えてきてるんで、まあ、それこそ、まあ、何回も何回もになっちゃうんですけど、八戸戦からの後半戦、
最初のスタートダッシュっていうところにやっぱ自分も力になりたいですし、そこにやっぱかかっていけるような選手ではありたいですね。うん、